2012年ロシア APEC が開催される、ルースキー島の地図建設中のルースキー島連絡協2012年、ロシア APEC はアジア太平洋経済協力に加盟する国と地域が参加して2012年にロシアで行われた一連の会議のこと。首脳会議はウラジオストクのルースキー島で行われた。2012年5月14日、前年の APEC 議長国であった。 アメリカのバラク・オバマ大統領が2012年アメリカ合衆国大統領選挙の民主党全国大会と日程が近いのを考慮して9月の首脳会議に欠席することが判明した。ただし、ロシア外務省は前年の時点ですでにアメリカ合衆国大統領欠席の情報を受け取っていた。2012年5月30日31日に 火山で行われた第2回食料安全保障担当大臣会合では、2010年10月に、新潟で開催した第1回食料安全保障担当大臣会合において、食料増産に取り組む等に合意した、新潟宣言に引き続き取り組むことを再確認すると、ともに、食料安全保障の確保への取り組みとして、多様な農業の共存を図りながら、 農業生産を拡大すること等について議論が行われ APEC の食料安全保障に関する火山宣言が採択された2012年6月24日から25日にサンクトペテルブルクで行われたエネルギー相会合ではサンクトペテルブルク宣言からエネルギー安全保障挑戦と戦略的選択が採択され APEC 地域のエネルギー安全保障強化や 平和的原子力エネルギーの安全利用の重要性が歌われた。2012年6月28日から30日にサンクトペテルブルクで行われた女性と経済フォーラムでは日本代表として出席した横浜市の林文子市長が29日の開会式で基調講演を行った。2012年8月6日から8日に サンクトペテルブルクで行われた第9回電気通信情報産業大臣会合では、サンクトペテルブルク宣言が採択され、防災や災害復興に IT の活用を進める方針で一致した。a p e ク成功のために、ルースキー島のリゾート化や本土との連絡橋の建設、ウラジオストク空港の改修等が行われた。ロシア内務省によると、 2010年6月上旬の時点で約12000人のロシア人と中央アジア出身者を中心に約1200人の外国人が a p ッ c 関連の建設現場で働いていた。外国人労働者は2010年中に約7500人に増える予定で、うち約3600人を北朝鮮約3300人を中国から動員する計画である。 しかし、2010年9月14日にルースキー市まで進むエーペック会場の建設現場で200人の労働者がストライキを起こし、不払い賃金の支払いを要求するという事件が発生した。こうしたトラブルはあったものの、作業は急ピッチで進み、ウラジオストクのイーゴリプシカリオフ市長は2012年5月16日の 記者会見で、ウラジオストクウェーペックマイナス2012サミットの施設建設に携わっていた専門家たちが作業を完了し、徐々に死を去っていることを発表した。サミット準備のための建設投資総額は約6000億ルーブルに達し、サミット準備のために50を超える施設が建設され、公共通信網が改修、整備された。2012年7月下旬。 アイロエクスプレスがエアポートネビッチー駅からウラジオストク駅間で運行開始された。これに先立って7月上旬にウラジオストクに出張していたロシアのメドベージェフ首相が同月3日にアイロエクスプレスに試乗した。なお、ルースキー島の会場施設は APEC 終了後に極東連邦大学の新キャンパスとして活用される。 9月8日から9日にかけて首脳会議が行われた。その成果として APEC 首脳宣言、成長のための統合、繁栄のための革新が採択された。今回の議題の優先4分野に沿ってアジア太平洋ワイドで取り組むことに合意された施策が記載されている。ありがとうございます。